高校一発第9レース発走です。さあまずは2番内田元気が飛び出します。1番の徳永明人がただいま番手前2人から距離があって3番の越智信隆、4番の金子哲博、6番渡辺隆、そして7番前田義和、最後尾5番下野義樹の序盤戦です。並びはまだまだこれから、2コーナーからバックへ向かっていくところで4番の金子、6番の渡辺が先頭を刺す、そして3番手に車を上げておりまして2番の内田と合流しました。7番の前田と1番の徳永、初手は4、5番手の九州ラインで、愛媛道県四国勢は5番下の3番落ち6、7番手からの競争です。3対2対2の1列向上、2周回目に入りました。先頭は4番の金子です。このラインの厚みも武器にして上位6戦まで狙っていきたいところ。追走内田は先場所青森準決勝幕にも送り出していました。6番の渡辺が2人を追って関東ラインです。7番の前田は4番手、呼吸をいささか振りませんが、ここ佐世保は高層多数のバンク、そこに任されるのは1番の徳永明人、シリーズリーダーです。そして5番下の3番落ち、この愛媛道県ラインが後方から2センター動きます。さあ道県落ちを連れ出して5番の下の積極的に攻めますでしょうか。車をスーッと前へ上げていきまして赤番周回1コーナーで金子を抑えました。この流れに乗って九州ラインも行動を開始。さあ5番の下野が軽く踏んで7番の前田は前まで上がるか。さあ2コーナーからバック、今一度と踏み込んで打掌で前田は先手を打ちました。愛媛コンビが現在は中段位置、4番の金子が巻き返していきまして3番手を決めに行って、さあ外へと上がった九州勢を内からスーッと抜けていきまして関東3社がイン抜け主導権を握りました。1番の徳永4番手にスイッチ、7番の前田は交代で現在は5、6番手が愛媛勢、最終2コーナーからバック戦。さあ1番の徳永4番手から縦に踏む。さあ3コーナーで3番手、そして番手待ち構える2番内田の牽制、1番の徳永どうでしょうか、乗り越えられるかどうか。直線4番の金子、その追走マンから2番内田元気です。第9レース初日直線、4番の金子哲弘がかけました。7番の前田義和仕掛けたんですが結果的にはいけず、1番の徳永が4番手スイッチから自力を繰り出したんですが、2番の内田元気の牽制あっていけず、内田は返す方の追い込みとばかりうまく金子を2着に残して、2番4番埼玉東京ワンツーフィニッシュ、3着1番徳永明人です。決定までしばらくお待ちください。最終第9レース